ました。皆さんこんばんは。本日あこんばんは。始まってる？始まって。始まってます。始まってますか？よかったです。本日はその声のあなたへ公開初日ということで、初日舞台挨拶終わりの方々と一緒に、一緒にゆるりと映画のこと、そして宇都宮健二さんの思い出を振り返っていければと思います。お願いします。すごいプライベートな映像になっております。あ、こんな感じで映ってるんですね、はい。ありがとうございます。ということで、ここからは舞台挨拶では語りきれなかったお話などを、ちょっとお酒なんかも飲みながら皆さんに聞いて飲んでます。ちょっと飲んでおります。聞いていただければと思います。感染対策をいろいろさせていただいた中でのトークなので、少しお話ししづらいかもしれませんが、ご理解いただければと思います。はい、はい、失礼いたします。あ、そうですね、じゃあ順に、あ、自分、まず自分の、失礼いたします。本日司会を務めさせていただきます、青井あずさと申します。よろしくお願いいたします。イエーイ。テンプロダクション所属でいらっしゃる、はい、テンプロダクション所属の青井あずさです。ありがとうございます。青井っていう子のね、なんかちょっと急に青みたいな、青まで来るとなんかドキドキしちゃう。ゲフゲフしちゃって、分かりやすいゲフ。じゃあ順に自己紹介をいいですか？いや、いいですか、はい、お願いしても。映ってますかね？これはメインかな。どうも、ケンプロダクション所属、カツアイです。あれ、これなんで僕喋ってる時どれ見るの、みんな。あ、どれか見ればスイッチしてくれるじゃないですか。ちょっともう自由でいいっていうディレクターの意向なので、ね、どうも、ケンプロダクション所属、カツアイです。田村美智子です。はい、かなえみかでーす。谷山紀章でーす。どこ見てんだよ。俺が一番分かってる。ない。カメラはない。松井健太郎です。あ、社長。はい。先ほどのね、舞台挨拶はいなかったけど。そうなんだ。見てました。はい。まあ、今作品の闇のフィクサーです。闇のフィクサー。監督の裏監督みたいな。表に出てきちゃった。なぜこの場に監督がいない方もお察しいただきたい。はい、あれは監督を見た最後だった。そうです。そういうこと。陰謀論みたいな。いただきます。はい、それでは、あ、じゃあ乾杯します。ちょっとちょうど俺、あ、作る、あ、作る。いや、そんな、美香さん、そんな申し訳ない。じゃあ氷ジョレする、氷。あ、これ、その氷ジョレする。あ、そうそうそう、美香さん、そんな、はい、美香さん、そんな、こんな作りましょう。頭が上がらないように、余計僕の頭を逆させるつもりですか。美香さんか、もう、なんて作詞。すいません、なんか、なんて作詞な、わちゃわちゃ、わちゃわちゃしておりますが、皆さん、見てくれてますか？ここから見た人は、ここからはあれですよ。今のちょっともう直前に新宿バルトナインさんで舞台挨拶をしてまいりました。はい、はい、で、そこからのトークライブとなっております。そうなんです。そこからの、まあ、飲み会みたいになって、飲みが挟まりましたからね。バルトナインさんからほど近く、徒歩七八分のとこにあります、はい、住所で言うと、いや、言ったらでしょ、ダメでしょ、来ちゃう、すぐ町まです。そう、来れる方、来れる方は、来れる方はぜひどうこだ、今日もソルトじゃない、乾杯を失礼いたします、はい、飲み物ある方一緒にね。はい、みんな飲んでます。温度どうしましょうか。やっぱじゃあ、もう社長、社長、社長、みちこさん、みちこさん、どうぞどうぞ。あ、そう。じゃあ、センスながら、どちらを。どれでもいいらしいです。あ、はい。じゃあ、その声のあなたへ、本日は無事に初日を迎えられました。本当に皆さん、ありがとうございます。では、トーク、ケンプロチームトーク配信番組をこれから始めたいと思います。では、皆さん、乾杯。乾杯。はーい。おつみさん。そして、ケンパイ。いや、ありがとうございます。ケンパイのケンは、賢いのケン。ね、この場合のケンパイはね。はい、この場合のケンパイは。よくできてんだ。素晴らしい。これ、ケンプロセットじゃないんですか？
ちゃうんですか。ケンプロセットです。ケンプロセットでいいんじゃないですか。僕はちょっと一言物申したいですけどね。え、うん、何ですか。いつの間にかケンプロセットってそうです、そうです、このイーチコとレモンタンさんは。あ、いいんですか。そもそも僕ですから。パイオニアいいんですか。パイオニア。いいよ、もう俺ケンプロに身を支えちゃってるからね。今更青ピーには いかないですからね。あ、そうですね。ゲフンゲフンって言われてる。今更青ピーには行かないですからね。あの、イーチコアンバサダー。変な深夜番組みたいになってるからね。アンバサダー。アンバサダー。ガツガツ言っちゃっていいよ。いいですか。ガツガツ聞いちゃっていいからね。失礼いたします。あのね、全然言うこと聞かないから、ちゃんとやってくれないとガチャガチャになる。トラットが言ったのよ、本当に。これまさに撮影の時みたいですね。いや、本当そうですね。飲みながらやったね。景色がすごく似ています。本当に飲んでましたからね。もうね、長い時間待ってて、飲めちゃってね。そうなんですよ。一生懸命やって。まだそう、まだ見てない方、あの撮影中にね、こうやって飲みながら話しているシーンがあるんですけど、うん、そう、そのシーンがの撮影が始まるまでに結構時間あったので、そこからもう、なんなら一回ケンプロに集合したんですよね。そうですよ。もうそこから飲み始めたんで。一緒に飲んでたよ、そもそも。そう、すごいフラットなインタビューでこう自由にこうお答えいただきましたよね。こう会話の中でっていう感じで、ね、飲みながらだったもんね。はい。ちょっと浸透させちゃった。失礼いたしました。ですね、すごい、もう見れるよ、ここで。こっちは見てます。ありがとうございます。実際にこれはもう映画を見ての感想っていうふうにはお聞きしても大丈夫なんですかね。ダメでしょ、ね、でもネタバレはしちゃいない。ダメなの。そうですよね。失礼いたしました。ご覧になれてない人もこの配信を見てくれてる人がいるんだよね。そうですね。そうそうです。それがほとんどじゃないですかね。そうなの。今日のご最初の回を見てる人がだったらあれですけど、うん、じゃあ実際今試写会を終えてみてのお気持ちちょっとお伺いしてもよろしいですか。僕はね、でもやっぱりすげー来た。なんでなんで、喋りやすいでしょ、僕みたいなのが。これ後になるとさ、なんだって嬉しいとは思う。そうだね、でも、うん、だってやっぱ不思議な感覚があるけど、でも、いや俺やっぱ美智子さんが一番不思議なんじゃないかなと思うよね、うん、だって一番長いでしょ、うんうん、不思議、うん、50年、50年ね、おっしゃってましたもんね。それはもうやっぱ本人たち同士じゃないと知り得ない年月じゃない。僕、うん、47歳だもん。そうだよ。いや、そんなのだって追いついてない。追いつかないよ、ね、社長だってまだ48歳だよ。虎年の、あの年男ですよ。男だから。それより長いってんだから。そうだ、夫婦で寄り添った年月の分かんないものですから、ね、うちほらそんなにね、夫婦って言ってもさ、なかなか時間がね短いから、いる時間が、一緒にいる時間が、うん、うん、だから今日とかスクリーンの中でもおっしゃってたけど、うんうん、なんか私の知らなかったケンちゃんをそのスクリーンの中に見たみたいな、うんうん、だから50年一緒に寄り添ったようでも、その人となりっていうのは分かんない領域がある。いや、あのね、宇津美健二さんって、ね、自分のこと喋んないのよ、うん、私も聞かない、だから知らないまんまで来てるから。だからほら、お葬式の時困ったじゃない。何困った何を言うの。いやいやいや、経歴をさ、ずっと言うのに途中知らないから。で、ウィキペディアで調べたんだよ、あれ。すごいよね。あまりにも忌憚のない意見すぎてね。あっけらかんとして、この映画ね、うん、できる前に、そう、確かにそのぐらいの時に、うん、その社長とかも、うん、いや、わかんないことが多くて、本当に言わなかったの。すごいそれ印象的で、苦労、うん、話みたいなの一切語らなかったね。そう、うん、普通武勇伝とかでしてね、うん、特にちっちゃい頃のこととかね、うん、そのやっぱ家族のことを全然おっしゃらなかったっていうのを。東京に来てからね。そう、友達のことは全く私聞いてなかったんで、うん、だから突風の上に住んでるよ、うん、みたいな話ぐらいから聞いた。そのぐらいからってことですね、東京に来てから。そうってことですね。俺今日はね、この場だけっていうのってあるでしょ、うん、で今見てくださってる人たちだけの、うん、ちょっと密室的な、うん、ここでしかできない話っていうのを聞きたくて、もうズバリ聞きたいんだけど、美智子さんに、うんうん、なんで、うん、なんで宇都宮健二さんと結婚したの。宇都宮さんね、ストーカーだったね。やったやダメダメ、映画がこけちゃう。そ
その頃ほらそんな言葉ないから、うん、今で言うとこのっていう、うんうん、いやでもある一説では僕ができたからっていう話、僕ができた、それはもうその前だね、今から遡ること48年前、だからケンちゃんができる前が宇都宮さんがみちこさんが好きで好きでっていうのは私のママに聞いたもん、うん、もうみっちゃんの後はついて歩いてたわって言って、そうそうそう、仕事は迎えに来るわさ、うん、朝だって私が仕事行くの迎えに来たりするから、それは朝東京からそうそう、付き合う前ですか、付き合ってる頃、付き合ってる頃ですよね、あ、うん、だから付き合ってるっていうか、あ、付き合ってるんでしょ、うん、当時みちこさん何人ぐらいの男性と付き合ってたんですか、いや有名なんだよ、これモテてモテて若い頃のみちこさん、ね、もう時効ですよ、私それは私ちょっとそれは知ってるけど、みちこさんの口からしか言えない社長がそうだね、一粒種が一粒種がどういう顔でこの場にいていいか分かんないって、お父さん、本当のお父さん誰なんだおい、それは顔見れば似てるから似てるから大丈夫、そんな顔見れば、めっちゃおもろいやんけ知らないことあってもね、やっぱ楽しいあれでしたよ、40年間本当楽しかった、宇都宮健二さんと一緒にいる時間っていうのは、美智子さんにとっても、うん、とてもこうなんか一人だと見れない景色とかってのあったわけですか、うん、だってあっちも忙しいじゃないですか、うん、でこっちも忙しいし、だ本当にね、レッコ同士で普通のご夫婦としたら多分半分も会ってないかもしれないね、まあ、そんな時間的に言ったら、うん、だから最後の、2年半、うん、病気になってからの2年半、うん、ここで初めてなんとかな、あの夫婦かなみたいな、うちに、ね、うちにいるからね、そうそうそう、うん、ずっと一緒にいたから、それまでないぐらい一緒にいることになったんですね、そう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 、うん、一瞬さっき俺話に出て、うん、俺かねてから気になってた、うん、ね、ちょっと流したけど、美香さんのお母さんですよ、うん、あらゆるそのエピソードトークをするときに、うん、美香さんのママ、美香ママ、出てくるんだけど、まあ、あの、そうそうそう、とあるスナックのまさにママをやってらっしゃる、界隈では有名な方なんだけど、美香ママが必ず出てくるんだよね、エピソードを出すときに。あ、やっぱね、宇都宮さんもママも、あ、宇都宮さんも美智子さんも同じ業界でね、ママがちょっと先輩だったのかな。ちなみに美香さんのお母様は、うん、あのこういう感じの方ですね。どこにいるの？いや、出ないよ。生だから。お前。そうそうそう。田上やめろお前。らしくないから。らしくないし。ほら、誰か知らないと。で、田上和江という声優をやってたんですけど、宇都宮さんで美香さん。そう、宇都宮さんもずっと一緒に仕事もしてらっしゃし、してくれてたし、美智子さんもみんなそうだし、やっぱ長いことやってたんだけど、ママは早くに私を産むために一回やめて、で呼んでからもまたやったりしてたんですよね。なんでみんな仲良しで、あの野沢雅子さんとかも、かずえちゃん元気とか、みんなよく遊びにお店にも来てくれるし、先輩たちもじゃみんな知ってて、まあ、その宇都宮さんと美智子さんのエピソードはよくママから聞きました。たまたまね、かずえちゃんが、そうそう、あのお昼に、うん、なんか四ツ谷のうちに来たんですよ。そうだよ、美智子さん家にいたんだって。その時に、うん、宇都宮さんが肉焼いてたの。肉焼いてすごいっすね。そうすごい似合うな、肉焼くの似合うな、ボス。見られちゃったのね。毎日晩からいたわけじゃないのよ。朝来て、うん、あの昼のお料理してくれてて、うん、でそこにたまたま和江ちゃんが来たので、うん、あれっていう感じになったんだと思ったけど、あれ2人はってね、うん、マジその時まだもちろん健太郎は生まれていませんないですよねぐらいの時代の話、うん、形もないね。だから美香さんがまだちっちゃい頃の話ですかね。そうです。あれ美香がいないんじゃない。え、美香さんも、美香さんもいない、私もいないんじゃない。美香さん年齢あえて不詳にしてますけど、いやいやいや、うん、相当前の話でした。いないだって、うん、内海さんが気象がケンプロに入った頃の年、けあの、うん、ケンジさんの年が、うん、今の私ですよ。そうでしょ。そうじゃない言っちゃってバレちゃって。本当本当そう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 、早生まれかどうかで学年っていう細かいことあるけど、そうまさにそうだと思う。そうなの、うん、市長が宇都宮さんに会ったぐらいの宇都宮さんが私だから、うんうんうん、58歳。そうです、58歳です。見えないでしょ。見えないよ。みんな知ってるよ。犯罪だよね。みんな知ってるよ。
犯罪だもんね。いやいや、もうそうなんですよ、うん、だからみんな行っちゃったわよ、もう行っちゃったそう、みんな知ってるから ね、で、内海さんと美智子さんのことは業界でめっちゃもう話題で、そう、それでナチさんとかもう焼き餅焼いて、そこにナチさんが、そうそうそう、かわかったよね、ナチさんもケンプロにいたじゃないですか、うんうん、でもナチさんがなんかね、新年会のたんびにね、うん、ちょっと悔しがった話をするんだよね、内海さんがもう負け負け負けっつってナチさんってのはもうナチさんももうあの天国に旅立たれたけど、うん、野沢ナチさんっていう、まあ双璧なのかな、内海賢治より、うん、学年は一緒です、ナチさんが1938年の1月生まれ、うん、だから内海さんは37年、うん、昭和でいうと12年、そうですよね、うん、学年で一緒なんですよ、学年は一緒、ね、もしお二人ともご存命であればもう80運歳でいらっしゃるんだけど、ナチ、うん、さんも内海さんもまあ天国に旅立たれて、私も同級生なの、うん、言わなかったのに言わなかったのに13年、うん、そう13年見れないよねって、いつまで経っても女の子ってね年齢より若く見られたいから、美智子さん見えない、53歳ぐらいに見える、あんま変わらないっていう、そうだ、そう、那智さんも必ずケンプロダクションだった、かつて野沢那智さんも、で我々ケンプロダクションの新年会で、今みたいにコロナじゃなかったから絶対に集まる、1年に1回みんな集まるって時に、まあ、あの内海賢治さんがあの太い存在感と声で、まあ、温度を取るわけです、うん、じゃあ次最後、うん、ナチ、喋、うん、るよ好きなだけしたら、ほんと好きなだけ喋るんです、あの方もう長いんだよねでも本当に軽妙なトークとパックインミュージックで鍛えた白石冬美さんと一世を風靡した、あのトーク術でやっぱもう魅了するから、みんなもう20分だろうが30分だろうが、うん、いやいやいや、もっと喋っていいよナチさんみたいな感じで、内海さんが、まあ、そうそうでもお前ばっかりいいとこ見せてんじゃないよって言うんだけど、最終的にっていうか、その必ず毎年エピソードとして交えてらっしゃったのが、いや健坊はな、本当今で言うストーカーでなみたいな、うん、それこそ美智子さんが若彼氏頃どんだけ美人さんで気立てが良くて、うん、そこにもう一方的に惚れた、うん、その時の内海賢治青年が美智子さんに首ったけだったかっていうエピソードトークを、うん、面白おかしく、うん、こう話術巧みに喋ってらっしゃったっていうのがそうです、我々ここに対する、ね、ここにおける共通見解で、うん、毎回だもんね、でなんかそう居心地悪そうな美智子さんといらっしゃって、だからニヤニヤしてるあの美香さんっていう、美智子さんがまたその話っていうのいいわよみたいな、だ俺の中ではだから内海賢治さんっていうのは、うん、あの男前アランドロン、和製アランドロンと言われた、うん、もう本当になんだろう、何人ぐらい抱いてきたんだろうっていうぐらいモテ男だった野沢那智を蹴ってあの 野村美智子さんが選んだ内海賢治っていう、だからなんだろう、あの野沢那智関係ない関係ありそうなトークでしたけどね、だから非イケメンの星っていうねめちゃめちゃ失礼だよねでもあの映画これネタバレになるかもしれないけど、写真がね出てくるんですね、一枚ね、そうだね、ナチさんとアランドロンと内海さんで、あれはすごい写真、すごい写真ですよね、マイク前でどこから引っ張ってって持ってきたのあれはね、私が持ってた、すごいですね、よくありましたよね、あれ監督がね岐阜まで行って、そうそうそう、岐阜まで、そう写真をこう漁って、ね、すごいと思った、あれはあれお宝級ですよ本当、だからほらね、新助さんさんとか今田さんがやってる番組に持って行ったら、今回の宝はピーンピーンピーンって、すごい確かに300万円ぐらいつくかもしれない、あとあれですよね、あのジャッキーチェンにもあって、あ、うん、ジャッキー、そう、ジャッキーチェンに内海さんはジャンパーの背中にサインしてもらって、そのジャンパーどうしたんですか、捨てたっつってそうだよなんで捨てたんだよ、嘘ボスあれかと思ったそうだよ、すごいよね、すごいと思う、ごめんね、で ここで一回あれだけど、葵さん仕事取っちゃってごめんなさいね本当に、ちょっと待って、MC だもんね、そうですよ ね、そうですよ、MC なんですね、どうぞ良かれと思って、僕ちょっとなんかこんな感じで一回やっちゃったなんか立て直してもらって一回立て直してもらって、あの、大噂で、あの花束を内海賢治さんからいただいたっていう風に、花、お花ですかね、お花、お花なんか家に持って
できてたじゃない。いつもだもんだって。いつもですか。あ、そうだから宇都宮さんが花束を持っていくのをナチさんが見てたとか。あ、そうそう。そう。近所に住んでたナチさんが、あ、ケムが風景だよね。ケムが花束を持っていくっつって帰っていくっていうのを見たらしいんだけど。そのエピソードを聞いてた。あのスピーチで言うんですよ、ね。言うでしょ。まさにスピーチで。いや、俺見てたんだよね。ケムがさ。そしたら。その時またママなんだけど、ママがうちにいて、え、誰って言ったら、うん、ケンちゃん、ケンボーよとか言って、ママ絶対見てママ絶対見てで、花をもらって家に飾っても置いたんだけど、あれケンちゃんはそれ帰ったって言ってでママとナチさんずっと見てる確かにだからママとミカママとナチさんが付き合ってた説でも仲良かったね、みんなね、そうだったね。いいな、なんかそういうね、若かりしの青春の思い出みたいな、うん、でもやっぱね、そう本編でもでしたけど、うん、当時はやっぱ業界内でみんな家族ぐるみの付き合いだったっていうのすごい羨ましいなと思いました、うんうん、ね、だって1本撮るのにね、10時間もかかってたから、うん、アフレコ1作品、うん、1作品ですよ ね、うん、だからすごい止められないっていう、だからずっとリアタイでずっと狭間道夫さんなんかも ね、おっしゃってますけども、うん、だからやっぱ仲良くなるよね、早く帰りたいからみんな協力しないと帰れないから、うんうん、体感はすごいですね、きっとね、うん、だから俺なんかは、うん、アンリーと年近い、まあ2個違うけど、うん、俺若い20歳とか19で一応業界飛び込んで、うん、その当時の90年代中盤ぐらいの吹き替えの世界ってまだもうちょっとやっぱ今みたいな、うん、じゃなくて当時の昭和の残りがなんですよ、吹き替えの現場、うん、つまりこうお茶組役がいてみたいな、うん、で今で言うとハラスメントみたいになっちゃうかもしれないけど、うんうん、古き、まあ、よしやしそういう時代にギリギリいたんだけど、それが 俺の世代の若い頃、そうすると美香さんの若い頃ってもっと前でしょ、うん、でそのもちろんだからリアルタイムで今みたいな、うん、なんだろう、一回もう緊張感の中ではないだろうけど、美香さんの若手の頃ってどんな感じだったのかなって逆に思っちゃう。でもなんかこう養成所からじゃないから、なんか私が入った時、ね、そうなんですよ、プロダクションから入ったから、もうなんか、え、何あの子、宇都宮さんの隠しだねみたいな感じで、そう言われ方って言われて入ってて、まあ、ちょいちょい酒も飲むし生意気だしやっぱなんだろうって思われたんじゃない。やっぱ生意気だったんですよでも待って、超可愛いって飛田くんが言ってくれた。僕年代してる美香さんの2個上61年生まれ。飛田くんがなんて可愛い子が入ってきたんだろうって思ったよってそれで終わったんだけどって言ってくれたよ。いや、うわ、いい人だから僕らは知らないじゃない、うん、その美香さんのその時代をね、リアルタイムでは、うんうんうん、各時代の感じがあるはずだもんね。 あるよね、そうだね。でも私気象の19歳してるから、ね、いや、まあそれはもう、いや、そういう話じゃないえ、私も知ってるよ。構わんです。いや、もう構わんといてくれ。僕らもそっとしてるから。そうだよ、僕は47の今の僕を見てくれかつての谷山青年少年を忘れてくださいなかったことにどうか。面白かったよね。あんまり言えないことがいっぱいありすぎて。アンリ君作ってもらっていいかな。アンリ君作ってもらっていいかな。確かにあのパンフレットまだありますけどね、会社に。あ、本当？見たい。でも多いです。ユニークだよね。はい、ユニークだよね。まあユニーク、うん、面白かったね。確かにあの時代のどこかケンプロダクションってありましたよね。うん、やっぱ今と昔のあの声優業界の形って結構変わりましたか？あのはっきり言ってだいぶ違うと思う。全然違うかな。全然別だね。やっぱさ、ね、私たちの時は先輩と一緒にこう、あのこっちあるから大丈夫、キャストが同じ番組に先輩がいっぱいいてくださったの。だけどさ、今さ、そんなに先輩が現場にいないでしょ。で、まあ、こんな時期だから別撮りだけど、だって鈴木さんとかはいつも後ろにいて、早くしろよ早くしろとかってちょっと閉じると怒るしでも優しいんだよ、その後飲みに連れてってくれるんだけど、なんか先輩が少ないからやっぱり先輩の背中を見たり、もつみさんが喋ってる姿を一緒のマイクにいられるっていうことが私たちはちょっと贅沢な時期だったかもしれないよね。そう、今の子だから一緒に撮れないのもかわいそうだし、先輩と一緒になる番組が少ないのかもしれないなと思って。そう考えたらさっきちょっと舞台挨拶では言ったんですけど、うん、初めてケンプロに入って、うん、初めて現場ご一緒した時に、
松見さんとご挨拶してさせていただいて、その後ちゃんともう2人でうどんごちそうになって、あれメインブラックだ、メインブラック2ですね、はい、あそこの稲荷のやつやな、あの赤坂トイカ稲荷の美味しいよね、あそこのうどん屋さん、そこでそう、うどんとお稲荷さんをごちそうになって、いや、そうなんですよ、宇都宮さんも、宇都宮さんもあのチャイですから、うん、わーすごい速さ食べて、おろそぎ行っていくから、ゆっくり食べてけっつって、それはね、お金だけ払って、なぜかというと、私が朝電話して、うつみさんして、今日、かつあんりくん、あんりっていう子がって言ったら、うつみさんが、わかったよ、俺、お昼なんかごちそうしちゃうよって言ったの、あんりっていうのかっつって、うん、じゃあよろしくね、お、わかった、俺、大丈夫だよって言って、そしたら、男だったのかってなって、今度から健康でお世話になります、かつあんりです、よろしくしますって言ったら。男か名前レベルね、アンリって聞くと確かにも女の子入ってきたんだって思うもんな、でも、まあ、美香さんの約束をちゃんと守りつつ、でもちゃんとお世話してもらったし、うん、でちゃんと電話かかってきて、美香、お昼ちゃんとごちそうしたぞアンリってやつになでもすごいその時すごい気にかけてくださってて、うん、はい、ものすごく心強かったし、そういうことがあったけど今はなかなかないのかなっていう、ね、特にねコロナでもう分散収録ですね、やっぱ人3人ぐらいしかスタジオ入んないもんね、そうですよね、やっぱそうするとね、あの年配の方とは絶対一緒にさせないから、うん、なかなか一緒にっていうのは、こうやって飲み会もねほとんどないですね、いやないですね、はい、今後輩にお会いする機会って後輩に会う時間も少ないですよ、なかなか会えないね、もっと会いたいけど、この前はみんなとにかく一斉に集めてたので、予定が合わない人以外は、ね、逆に葵さんってまだキャリアがね、若いと思うんだけど、アニメの現場とか吹き替えとかそういうアフレコの現場ってもう当たり前になっちゃってるもんね、別撮りっていうかね、そうなんですよ、多くても 2,3 人、多くて3人です、私の場合は。今だから俺、内海さんがこの現代にしたら、ね、どういう一石を投じるんだろう、想像したら、どうしてもしてしまうっていう、うん、おそらくまあ悲しい気持ちもあるだろうけど、いかんともしがたいで、でもなんかあの、本当圧倒的陽のパワーってみんな言うでしょ、太陽のようだったので、でもその実、闇もちゃんとある人なんだけど、おそらくみんなが知らない、知り得ない。でもなんか今のこういう時代だからこそ内海さんがいたらどうだったろうなってなんか思わずにはいられないかな、本当もうだからこそなんか知ってる人はさ、うん、そういうの残していきたいなっていう、そうだよね、はさ思うよね、言い伝えだよね、見聞録っていうか、だいたいそれでなんか伝説とか歴史に残る名を残す人ってやっぱすごく慕った俺たちみたいな人がこう言い伝えていく見聞でしょ、う、ねうん、なんかそういう人物だよね、値する、うん、まさにそうならないといけないよな、多分役者が独立して事務所を作ったのって初めてだった、あそういうことか、あうん今ではかあそうかもしれないね、今ではね結構多いですよ ね、 多いですよね、だからケンユさんとか、ね、波川さんとかもよくやっぱモデルケースというか宇都宮さんが作った天ぷらみたいにしたいみたいな話をよくしてますよね、言ってますね、1984年です、ケンプロダクション、そうそうそう、でも今38年目、なんかケンプロの PR みたいでさ、なんか申し訳ないなって、やりましょうもういいですよ、もういいですよ、僕はもうなんならそのつもり全開でやりますよ、うん、いやでもね、本当僕も言ったんですよ、最初ね映画作るっていう時にケンプロダクションの PR でちょっと申し訳ないっていうかね、うっていう話、でもさ、いっぱい素敵なゲストの方々、先輩方が出てくれて、なんかみんな宇都宮さんの話をしてくれて、それをまた私たちね、が聞くのも楽しかった。だからケンプロが素晴らしいって言ってるのは、宇都宮さんが作ったケンプロが素晴らしいって言ってるから、やっぱり宇都宮さんのことを言ってるので、いいんじゃない？だから全然いいと思います。褒められていいんじゃない？みちこさんのこともみんな褒めてるんだよ。ぜひケンプロごひいきに。もういよいよ社長がそれやっちゃったら、逆転思考なんだよ。社長だけはなんかそうごまかしてるから、ね、俺らが言うから社長やっちゃったなもんね、まあ、どうぞごひいきに、よしなにっていうところはありますけどね、ただ本当になんか、うん、根っこの部分は宇都宮健児と野村道子が、うんうんうん、礎を築いたところ で時代の移り変わるとともに何かこう、まあ、方法論とかやっぱ
ある程度こう現代の声優のモデルケースみたいなのが寄り添っていかなきゃいけないところあるけど、うん、マインドとしてやっぱ内海賢治がどうありたかったかとか、うん、なんかまあどういう声優だったかっていうね、内海賢治がっていうのはなんかイズムとして、うん、ケンプロイズムとして我々その脈々とケンプロダクション所属っていう限りはなんかあっていいと思う、ね、うん、なきゃいけないと思う、うん、なきゃいけない気がするよね、なんかね、うん、どういう声優だったかとか、うん、でそれを再確認するっていうかために今回の作品、うん、その声を美智子さんタイトル改めてお願いします。その声を、その声のあなたに惜しい、惜しい、やったー、わーい、絵だ、絵、絵です、絵をやっぱりこう改めて見返した時に思い込んじゃってるからね声優をここから志す人たちも、うん、なんかこの作品で一つなんかハッとしてほしいとは思う。青井さんみたいに、うんうん、知らない人はあれを見て、はい、ああこういう感じだったんだってやっぱ思うと思うんで、そういった意味ですごく意味のあるものなのか。本当に自分が彼女も、ね、養成所時代だったんですよね、あの撮影とかってね。そうなんですよ、うんうんうん、そっか、養成期まだ所属じゃなかったんだ。所属もできていない状態で。よく残ったね。逆にね。いや、もうやったからには残してくださいよって感じですけど。ね、ちょっと。ここ落とすなよ、ケンプロみたいな。この子もういないんですよ。ケンちゃん、ケンちゃんなんで落としちゃったんだよ。それは寂しい。うん、右も左もわからない状態で、初めてのお仕事だったので、すごい貴重な経験をさせていただきました。いやでもね、立派だね、初めてにしては。あんだけね、重鎮の方に、ね、そうだよ、インタビュー。すごいよ、あれはすごい。すごい経験。俺、嫌だもん。ねえ。俺、狭間さんとこ行けねえもん。怖えよ。私で聞いてる分にはいいけどさ、自分がって嫌だよね。本当だ。無理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 。ドキドキしながら、もう毎回の収録をドキドキしながら、本当にバクバクでこんなに緊張することないんじゃないかっていうぐらい緊張しながら毎撮影挑んでました。絶対同じぐらいの新人さんで一番ベテランに合った人だと思うよ。うん、間違いない、間違いない、ね、それは間違いない。そうだよ、そうだよ、とんでもない経験を多分したんだと思うね。そこにね、うん、いう共通のキーワードってやっぱ内海賢治ってなるから、うん、そこが、で葵さんにとってもすごい俺になったよね。俺でもね、彼女ユニークなんですよ。あのね、はい、勉強してる最中にね、はい、私はこのままで出荷されないで終わるんでしょうかっていう、出荷されないで葵くん、どういうこと、果物、果物そばに出荷されてね、たわに売れいて、もう売れ、売れいてじゃない売れてなんで売れない、なんでブルーになるんじゃない本当に養成所自体ちょっとうまくいかないこと続きだったことがあって、こう落ち込んでた時にそのこう自分をちょっとこうあの何でしょう、こう出荷っていう風な言葉で例えてこのまま私は出荷されないまま終わるんでしょうかっていうのをちょっとなんかちょっと後ろ向きな感じが泣きが入りながらこう美智子さんとかだってあなた劇中でも泣いてらっしゃったんですよ。まだ言っちゃダメじゃん、見てない人がいるから。はぁ泣いてないから、うん、そんなこともない、そこまででもない。美智子さんたらもうドキドキさせちゃって俺のことを。今あの最初にあげたお守り持ってるんでしょ。あ、はい、持ってます。あ、カバンが。そうなんです。違うんですよ。あの撮影始まる前に内海さんが実際使ってた、あの車の鍵をつけたキーホルダーがあるんですけど、それをね彼女あげたんです。宝物じゃん。結構いいエピソードですね。撮影ね、緊張すると思っていろんな方々と話すときに、だからそれで確かに。いやそうなんだ、私のキーホルダー。ケンちゃんちょっとなんかあれじゃん、情熱かけすぎなんじゃん。いやいやそれは仕事決まってからですもんね。そうですよ、この役が決まってからです、ね、はい、優しい、そうそう、あーちょっといいね、いただきました。すごい、だから貴重なものですからね、うん、まあ本当だから唯一この中では本人に会ってない人ですから、うん、そうですね、そこがミソだよね、お会いしたことがないので、うーん、ネタバレにならないところが難しいんですけども、でも会った気が気になっちゃうというか、そのそうですね、こうなんか他人事ではないような気が、こうどこかでこう撮影を通してこうどんどんしていって、
スイッチが入りましたよ。いや、ケンちゃんじゃない。あなたがないでどうすんだっていう。みなさん何どうしたいどうしたい。でもそれこそなんか葵さんみたいな世代でね、本当内海健二もう初代先代とか初代のことを本当に実際に肌感覚で合ってないっていう葵さんみたいな方がどんどんここから健プロダクションに入るからこそ、なんかねこの作品が何かのくさびっていうか、なればいいなと思うんですけどね。本当に思いますね。でもたくさんの人が聞きたいわね、やっぱりね、大先輩たちのね、まだまだいらっしゃるね。なっていらっしゃいますもんね。先輩のね、氷山の一角ですもんね。そうです、やっぱり。いや、本当そうだと思うよ。やっぱりそうですね、だから現場でお会いできないから、なんか皆さんの話聞きたいですね。聞きたい。前はさ、終わった後みんなで飲みに行って、もう先輩たちについてって楽しい話がいっぱい聞けたけど、今全然一緒に飲みに行けないし、現場にいらっしゃらないし、なんかそういう YouTube やったらいいんじゃないですか。あ、そうだ、ケンプロオフィシャルで、オフィシャルで彼女がどんどんレジェンドたちに突撃でこう、はい、大御所インタビューみたいな、インタビューみたいな、その番組が生まれそうになって、そういう時ね、池田雅子さんとか、加藤みどりさんとか、ああいう人たちの話やっぱり聞きたいですね。面白さもドリさんの話とかやばそうだね。聞きたい。聞きたい。業界的にもね、必要かもしれないですね。必要だと思いますね。あと必要だよね。そうだ。みちこさんお元気でいら、あと多分30年ぐらいお元気だと思うんだけど、その限りはケンプロってやっぱ意向がちゃんとあるから、うんうん、そう、こう宇都宮健治を背負ってる野村みちこですから、うん、もう強い強い。そうです。うん、なのでそんなケンプロダクションだから。誰も断れないと思うよ俺。確かに。でそのそうだ、ね、しかもやるのは若手、23歳の蒼井くんだから。確かに。面白いよこれ。話した人も多いと思う。そう、絶対そうだと思う。ね、気がしますね。なんかいろんな人の話聞きたい。ね、今だからこそ、俺ね、まあ、一石を投じたいわけでもないし、一言物申したいわけでもないけど、うん、はっきり言うと個人の商売だから声優とか芸能なんていうのは、自分がよければいいし、自分の、うん、もうちょっと言うと、もうちょっと引いて言うと事務所だからケンプロが良ければいいんだけど。うん、なんか苦言を呈すんであれば、やっぱりちょっとなんだろう、もうちょっと口先三寸の仕事になりすぎてるとこがあるでしょ、うんうんうん、声優っていうのが、うんうん、俺らが若い頃でも言われてんのよ、うん、もう徐々に徐々にもう年を重ねるごとに、なんだろう、マインドが離れていってる感じっていうのがあるね。でも、うんうん、確かに絵に言うと、作業で言うと絵に声を当てるだけなんですよ。でもそうじゃないでしょ、俺らが やろうとしてることって、うん、なんかやっぱ魂を吹き込めたいとか、うん、キャラクターに命を芽吹かせたいとかっていう、どっかマインドでやんなきゃいけないと僕も思うし、そのつもりで常にやってる分、うん、故になんかこうそういう意義はある。かつての、うん、俺らよりもさらに先達のそれこそ内海さんがバリバリやってた頃なんて、個性的だったやばかったし、うん、山寺さんのやっぱ今回のあの本編のインタビューがすごく印象的、うん、あの山寺さんを持ってもしても、うん、なんであんなに個性出るかねって言わしめる感じ、うんうん、山ちゃんだってもう内海さん大好きだからね。そう、内海さんちょっと待って、ね、そのリアクションちょっとおかしくなって、いや俺もちょっと高ぶっちゃって、うん、思うとこがあるから俺も、うん、一声優としてね、だから今の若い衆がどうとか言うつもりない。でもそれは環境だから、うん、今の若い衆が悪いんじゃない、うん、環境を何とかするための一石を投じる、そのでかい一石としてこの作品があればいいと思うし、うん、なんかね、やっぱね、自分が年取れば取るほど、うん、やっぱ言いたくなる気持ち分かるよね、うん、あのかつて47歳だったナチさんとかあの人たちとやっぱ若い衆に言いたくなるだろうし、うん、今の47歳になった俺も、うん、やっぱ腹に一物持つようになっちゃったんだよね、うん、このままでいいのかっていう、うん、それは役目だと思う、ね、直にそれを見てさ、そこを目指しずっとやってきて、今もそこを、ね、目指してることは変わらないから、うん、それが世の中が変わってきちゃうことにはやっぱ難しいよね。こう、そう自分の時代には絶対逆らえないから。そうだけど僕はこれが大事なんだっていうものは変わらないからさ、うん、それはそうなんだよ、うん、俺とかアンリとか45とか7でしょ、もう50に向かう中堅からベテランになってるく、うん、俺らの役目なんだよ、若い衆に、そうだよね、
もっとこうだよっていうのは、うん、俺らの役目だからもう、うん、で年上をバカにするのは若者の役目っていうか特権だからそれは、うんうんうん、それでいいんだよ、バカにされてればいいの俺らは、うん、すごくそれは思う、うんうん大人になったねー。だって俺若い頃年上超バカにしてたもん。だってもうさ、師匠なんかなんか喋るとハラハラしたけどさ、今なんかさ安心して聞けるね。いやでもそうなるんだなっていうね。だから分かるの、二十歳の今の子たちも、俺のかつて二十歳だった谷山青年は、うんうんうん、やっぱ年上をバカにしてたし、今の子もバカにしてていいの、超バカにしてた。いや、っていうかでも尊敬ももちろんしてたんですよ。だからバカにされないためにバカにしてたっていう感じがあって、うん、そうなんかね、強がるんですよ、引っ張ってるんだよね、身の丈に合ってない、ね、やんちゃっ子だった、うん、ね、舐められないように、あの時も恥ずかしくて、だから今の、うん、それでいいよね。いいの、若い衆はそれでいいだもんね。若い衆はそれでいいの。今の若い声優さんって歌ったり踊ったりいろんなことが求められるじゃん。うん、そうですよね、うん。大変だよね、やることが。と思う、うん。でもその中でも絶対尖ってる人っているから。うん、そう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 、尖ってるのが一番。そうだから、そうだ、だから本当ケンプロでよかった。いや、本当ケンプロでよかったね。やばい、ミカさんの今のが一番気持ちが入ってた。あんた、ケンプロ以外だったら売れてないからね。俺も思ってるし。そうですね。ほんと良かったねって。本当良かったです。私も含めてだけど、本当良かったなと思う。ケンプロじゃなかったら、私もちょっとどうしてきたか分かんないもん。一方で、やっぱちゃんとミチコさんが僕のことを見染めてくださって、うん、で、そこに内海さんと出会って、その一方でミカさんがいて、僕をケチョンケチョンにへこましてくれたっていうのがあって、もちろん10年経て、うん、でも美智子さんともよく話すんだけど、未だに、うんうん、あんた本当10年かかったわねって言ってください、うんうんうん、本当っすよ美智子さんっつって、でも美智子さん最初に言ってんの、本当男がこの業界で当時だけど、うん、売れるの10年かかるわよっつって、うん、本当10年かかったから、うん、当時ね、待ってたもんね、自分はそういうつもりなかったんですよ、でも本当本当一番あれに壁になってくれたのは美香さん、うんうん、だったと思う、うん、あれがなかったら俺やっぱなんかおかしなことになったかもしれないねって、まあ俺の話になっちゃうからだけど、大人になりすぎてちょっと寂しい。つまりでもまあそれもこれも内海賢治、そうだね、そうですね、本当にそう思う俺はね、うん、ちょっと俺の話になっちゃったけど申し訳ない。まあでもあとさ、あのうちのケンプロがさ、内海さんがまあ生きてらっしゃる頃からあの健太郎社長になって、それでまあ内海さんも安心してると思うんだよね、自分が生きてる時に社長になったし、それで今もうあれちょっと貫禄出てきたなって思うぐらいの社長になってくれてるから、なんか私たちは今若い子たちなんかもう社長はこの人でしかないと思っていると思うし、多分健ちゃんが社長としてなんかやっぱ社長に見えてるのが嬉しい。社長に見てあれ、ごめんなんか変だけど、でもあの僕必ず聞かれるんですけど、うん、母親も父親も声優じゃないですか、うんうん、なんで役者になったのかっていうのを、プレイヤーになれなかったんだ、でもミュージシャンっていうか音楽の方に行ってたよね、まあ、あのよくねアスリートの子供たちはアスリートになるとかあるじゃないですか、うんうん、DNA で絶対あると思うんですよ、うんうん、だから僕は本当はなんかね、うん、2人とも役者だし持ってるはずなんですよ多分、でだから音楽やってたじゃん、まあでもその、でもね、お父さんは超えられない。でね、お父さん、俺大丈夫か、俺、変な周りが気を使わない、これはちょっと。みちこさん覚えてるかな、僕ね、小学校の時に、うつみさんが、こういうペラ1枚僕に渡してきて、これ読んでみろよって言ったんですよ。その慣れ、原稿です。なんかセリフが書いてあった。やらせようと思ったのかな。それで、僕も何の気なしにやったら、ああお前はちょっと向いてないかもしれないって言ってたんですよ。あのそう別にやりたいともう一言も言ってないぐらい、ね、それであのこれ何なのって言ったら NHK のなんかオーディション子役の、うんうんうん、だからお前もし役者やろうと思うんだったらやめた方がいいって言われたんですよ。小学校5年から6年たった1人しかいない子供に、そうねえすごい、ね、宇都宮賢治は超えられないわ。だから僕よくよく聞いたらそのやっぱりお前が役者やろうとしたら俺は超えられないから今からやめとけって言ったんですよ。へえ。多分それすごいな、苦しむのがね自分だと思ったんですかね、もしかしたら親として親心として、そうかもね、親心かな。でも自分は別にやりたいっても一言も言ってないのに言ってないのになんかさ告ってもないのに振られるだからもう僕はもう芝居もう全然もう全く興味ねえしみたいな
話になってしまって余計やりたくなかったから一切もうなんかちょっとトラウマみたいな、ね、そうなんですよ真相は本当に聞きたいです聞けなかったけど聞けなかったそうだねちょっと本当はやってほしかったのかもしれないねいやどうでしょうでもねケンプロにしてもケンプロを継いでくれって一言も言われなかったですようーんねまあいろんなことがあって立ち上がってくるあれがあったからじゃんそうだよ ねですもんねあれがね、うん、あれがそれがもでまあそれはそうだね劇中の中でもちょっと詳しく語られてるけど、うん、まあちょっとクーデター的なことがあってそうです、ね、ケンちゃんが、うん、いかにしてこのそのちょっと初めて見るぐらい弱った宇都宮健二を見て、うん、一念発起して、うん俺がってなったかっていう男になったかっ て、あの晩多分飲んでたんでしょうね飲んでました、ね、私たち一緒にほら会議したじゃんちょっとお兄ちゃんお姉ちゃん部でその時に宇都宮さんもすっごいベロベロだったよね怒ってたよねちょっとねそう怒ってたよもう名前今出しちょっとあれだけどもうすっごい怒っちゃってベロベロになっちゃって、うん、珍しかったですよね珍しかったでもなんか悲しかったあの時悲しかったんだなと思った宇都宮さんがなかなかやっぱり今の人たちでも宇都宮健児のあの幅の広さ、うん、悪役から2枚目もやるしみたいな、うん、なかなかやっぱりいないよね、うん、そうですね、うん、環境が違うのかもしれないけどねすごく思うなんであの声になったんだろうっていうのが、うん、そ, う そ, う そ, うそもそも、うん、あれは叩き上げたものなのか生来授かったものなのか、うん、そうなんじゃない両方のだろうねでもあそこの領域にはたどり着けないでしょ例えば低音でよく響く声っているけど、うん、あのレベルのなんかなんかねすごいとてつもないじゃないですかあとちゃんと体を鍛えていたし、うん、そっかそっか、うん、あんな体鍛えてたのになんで検査行かなかったんだろうねって思うそこが悔しいとこです、うん、でもそのやっぱり仕事に関しては最、うんもう最高の努力をされてましたよね、うん、出たと思う、ね、すごいね、うん、生来生まれ持ったものがめちゃくちゃ、うん、恵まれているのにもかかわらず努力を惜しまないっていうのは、うん、俺だから俺がまだ俺らとかがこの世に生を受ける前にだから白黒のモノクロの写真が劇中でも出てきたでしょ、うん、舞台時代の、うん、まだ髪がふさふさの時の、山田孝之っていうような山田くんっていうような時代のまだ20代30代かな、うん、バリバリで声よりもまだ舞台とかもやってた頃のあの舞台俺 見たかったなどのくらい響いてたんだろうみたいな、もうこんな台本だったからねそうなんだ。もう本当に2時間半ぐらい3時間ぐらいのいつも芝居だったからずっと喋ってるから覚えるの早かったっすか宇都宮さん。いやー覚えるのは早かったんじゃない。早いと思う。好きなんですか。私一緒に舞台やったことあるけど覚えたから宇都宮さんはセリフ覚えが早かったですね。うん、早く立ちたがるし、まあ、努力もすごいでしょ、うん、そのかける時間が、うん、あと好きなんだね、うん、好きだと、うん、なんか苦じゃないじゃんその、うん、覚える作業とかまで好きなんでしょ、うん、おそらく、うん、俺それがダメだから舞台とか好きだから稽古が、ああなるほど、僕嫌いですよ。宇都宮さん好きだもんね。でも台本とか真っ黒でしたもんね、うん、外画とかのやつもね。まあなんかこんな取り留めもなく話しちゃってていいんですかね。大丈夫です。このあおいくん久々に喋った。めんどくさいね。いや私今ねちょっとちらっと時計を見たらですね時間超えてるかなと思って。そろそろね。今ねあっという間に時間超えてるけど皆さん大丈夫ですか。だってこんなの朝まで行けますからね。キリがなくなっちゃう。一区切りをするためにあおいくんにちゃんちょっとちゃんと締めていただかないと、ね、もうしですね。締めていただいて。そうです。締めて。すみませんはい。ろくに喋らず皆さんのお話しに来て、いてくれるだけでありがたいですよ。ありがとうございます。すごい貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございます。じゃあ締めさせて取り留めなかったねいただきこうなるよね。締めさせていきます。ちょっとなんかここでこう入れるのはこうすごい なんでしょう とても入れづらいんですけれども、はい、あのなんでしょう最後にちょっと告知の時間を、はい、お前よく行けたなそこすごいな、めちゃうよ告知どうぞ聞かせていただきます、はい現在
限定特典付きのオンラインチケットも発売中です。よいしょ、はい、概要欄にリンクがありますのでぜひチェックしていただければと思います。うん、また公式ツイッターでは感想投稿キャンペーンを実施中です。映画を見て感想をつぶやいてくれた人の中から初日舞台挨拶にご参加いただいた皆さんのサイン入りポスターなどがもらえるキャンペーンを実施中です。ぜひ映画をご覧いただいた方々にご参加いただければと思います。詳しくは映画公式ツイッターをご確認ください。はい、よくできました。上手に言えました。ありがとうございます。はい、はい、すごい名残惜しくはあるんですけど、ちょっと待って、最後に葵さんにケンプロの印象聞きたいですな。おおケンプロ、今皆さんちょっとスタッフ困ってますよ。言うてもだから他の事務所をね、ご存知やけどわけでもないんだろうけども、じゃあキュッとして、キュッとしてレギュラーくださいですよ。今言ったら早く言っちゃいな。で、私すごい自由な事務所だっていう風に常に感じているので、まあそうでしょうね。じゃあ本当に本当に自由でアットホームな事務所なので、入ってよかったって思う瞬間が何度も何度もありましたということをこう強くお伝えしたいです。言わされてないよね、言わされてないよね。台本じゃないです。はい、いい感じ。最終的になんかケンプロのなんかねアピールみたいにやっぱりなっちゃったっていう、ね、いいと思います。はい、皆さんありがとうございました。はい、それでは名残惜しくはありますが、短い時間をありがとうございました。映画は本日から公開となっております。その通りです。はい、はい、ぜひ映画館へ足をお運びください。それでは皆さん、本日は誠に、はい、ありがとうございました。映画見てね。見てください。本当それだけでございます。ありがとうございました。お待たせします。